はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、安須でございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいな白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々に献血骨髄バンクを知ってもらうために、皆様にもやっていただきたいものすごく簡単なことがあります。それはグッドボタンとチャンネル登録を押してもらうことです。それをするだけで、あとは YouTube を運営している Google にある AI がよりたくさんの方々にこのヤッスーのチャンネルを勝手に表示してくれます。ものすごく簡単な方法なので、ぜひよろしくお願いします。採血とか注射の針はゆっくり刺さないといけない話をします。なぜなら痛いからです。今日はね、通院の日だったんですけども、いくら細くてもう針というものはですね、先が鋭利なものなんで、しかも中はね、空洞で筒状になってますし、それなりに血液を採取したり、まあ、注射だとワクチンなどをね、体内に入れ込まないといけませんので、まあ、ある程度は太いわけですよ。まあそれなりにね。まあ、そんな針を刺すときにですね、勢いよく刺されたら痛いわけですよ。今日はめっちゃ痛かったんです。格別でしたね。まあ、その一瞬の痛さがめっちゃ痛かっただけで、今はもう痛くないんですけど、まあ、痛すぎてね、ちょっと悔しかったですね。まあ、さて、そんな今日の、検査結果なんですけども、まあ、結果は、まあ、糖分以外は良好でした。白血病細胞も肝臓も肺炎も何も問題なく良好でございました。まあ、ただその糖分がね、まあ、原因は甘いコーヒーです。まあ、甘いものちゃうから、甘い食べ物ちゃうから、いけるかなと思ったんですけど、まあ、案の定、ご指摘を受けましたね。まあ、これからはちょっと甘くないコーヒーで我慢します。まあ、白血病細胞と肝臓の数値と肺炎の数値といいますかね、その悪かったよっていう、今まで悪かった部分が、まあ、良くなってるんで、すごい良好です。すごい良好って変な日本語やけど、まあ良好で、良好は良好でしたね。なので、まあこのままの状態で、まあ薬の、まあその免疫抑制剤はですね、まあ今までとちょっと、まあこのまま据え置きでいって、多分次回ぐらいから免疫抑制剤が減るかなっていうふうなこともなんか先生は言ってたんで、まあ、ちょっとそのようにいけるように、これからも頑張って、薬を飲み続けて治療に専念したいです。専念していきます。はい、まあそんな感じですね。このように感じれるようになったのも、このようにお伝えできるのも、皆様にご協力してもらっているおかげでですね、生かせてもらっているからやと思います。もう一度与えられた命に感謝します。ありがとうございます。皆様のおかげで患者さんは助けてもらえてます。そしてこれからも困っている患者さんらを助けてあげてください。では何をしていただきたいかと言いますと、それは献血骨髄バンクにご協力してもらうことです。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、ご協力よろしくお願いします。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。